皆さんこんにちは、マーシャヤです。今日は何をするかというと、もうすぐクリスマスじゃないですか。なんでなんかクリスマスっぽい動画を撮りたいなと思って、クリスマスらしい MV を自分で作ろうと思って、それのどういう風にしていこうかみたいなのを今からちょっと考えていきます。クリスマスのイメージって明るいよりも、私ちょっとしんみりというか落ち着いた空気感の音楽の方がイメージに合ってると思うんですよ。じゃあちょっと近い。候補は、候補には全然入ります。OK です。1番、2番。お、いいですね。なんかちょっと制作者っぽい。はい、いい感じですね。青いスター。クリスマスですね。でちょっとなんかちょっと夜っぽくはないかなっていう。確かにもう夜なんで、ちょっと夜の街の中で撮ろうかなっていうのがあるので、ちょっとね、そうですね、もう朝っぽいですね。今青いスター、それなんか駆け落ちっぽいですね。駆け落ちっぽいですね。いやでもなんかそのクリスマスの思い出みたいな感じで、なんか別に過去感を出す必要はないけど、なんかちょっと写真ちょっといるのありかなって思って、ちょっとなんかフィルムっぽい。あ、そう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 。フィルム入れつつ、なんかそれでなんかちょっと思い出っぽく見せるのと、普通にちょっとなんかもう一人の人物に撮られてるみたいな、撮られてるというか目線があるみたいな、彼氏目線的なのもありつつっていう感じでいいと思います。なんか食べ物とか食べてるのもいいですよね。確かに。なんかアイスとか。アイス。ココアじゃなくてアイスなの。かわいい。顔かわいいですね。アイスとか。アイスとか。まあ、確かにココアの方がいいか。なんかコーヒーとかいいですね。うん、いいですね。コーヒーにしましょう。イルミネーション入れたい。入れたいですよね。そのこの感じだとね。待ってる場所。待ってる場所。エビス？あ、エビスある。エビスやってますよ。いいですか。エビスでガーデンプレイスの、うん、あ、いいですね。じゃエビスガーデンプレイスでしょうか。はい、じゃあエビスガーデンプレイスのなんかもうツリーありますか、そこ。ちょっと見てないですけど、どうだろう。じゃあここで待ち合わせしてる風景を撮ります。まあ大体多分冒頭の10秒ぐらいかなと思う。待ち合わせ風景撮って、まあプラプライルミネーション見て、綺麗だねとか、あ、センター広場でやりつつ、いいっすね。あ、そういう感じ、そういう感じ。10秒まででそういう感じにしましょうか。ここら辺まで。つまめてて、今どこいる？はい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 。いいっすね、いいっすね。なんか行ったらできちゃいそうですね。わかんないけど、やってみます。やってみましょう。もう行っちゃいましょう。たまに友達と会話して、高速見てる。